ウルリク二世は、スロベニアのゼリエ博。ハンガリー語名で、チレー・ウルリクとも呼ばれる。ウルリク二世は、ゼリエ博・フリーデリク二世と、クロアチアの大貴族、フランコパン家の娘エリザベタとの間に生まれた。幼い頃のことはほとんど知られていない。1434年、ウルリクは、セルビア先生校、ジュラジ・ブランコビチの娘カタリナと結婚した。 ハンガリー王国と神聖ローマ帝国に対する、ウルリクの影響力は、父が健在だったこともあって、当初は目立たないものだった。ウルリクは1436年、父と一緒に、オバパルバラの夫である神聖ローマ皇帝、ジギスムントにより、帝国諸侯に助せられた。ウルリクは、ハプスブルク家との激しい格出の結果、ゼリーへの支配者としての権威を弱めてしまった。しかし後に、 ハプスブルク家のローマ王アルブレヒト2世と同盟を結び、アルブレヒトによって、ボヘミア総督に任じられた。1439年に、アルブレヒトが亡くなると、その未亡人である10枚、エリーザベトの協力者となり、1440年には、エリーザベトの生まれたばかりの息子、ラディスラウス・ポストムスのハンガリー王大冠式を主催している。 ウルリクは、信仰貴族フニャディ家と対立するようになった。フニャディアーの氏は1443年に、ボスニア王ステファン・トブルトコ2世が死んだ際に、ウルリクのボスニア王遺継承を許さず、翌1444年に、ウルリクのギフ・ジュラジ・ブランコビチを攻撃するなどして、ウルリクを憤害させた。1446年、ハンガリー説唱となっていたフニャディは、 ウルリクの支配下にあったクロアチアとスラボニアを攻めた。しかし1448年、フニャディは第二次コソボの戦いに敗れて権力を失い、一方のウルリクは1450年、名目上はハプスブルク王家による討伐という形でハンガリーへの十字軍遠征を行って成功を収めた。1452年、ウルリクは 皇帝フリードリヒ3世に幼いハンガリー王ラディスラウスの後継人の地位を譲らせ、事実上のハンガリーの支配者となった。1454年、七の死でその莫大な財産を相続したことにより、ウルリクの権勢はさらに高まった。そして1456年に、政敵フニャディアーノ氏が死ぬと、国王ラディスラウスにより、 フニャディが保持していたハンガリー軍総司令官の地位を与えられた。同年の11月8日、ウルリクは国王と共にベオグラードに入場したが、その翌日、不可解な状況下で亡きフニャディの息子、フニャディラースローの手先によって暗殺された。ウルリク2世の死によって、チェリエ博家の断経は途絶えた。ウルリクの野心は人文主義者。 エネアシルビオピッコロミニの政治色の強い著作の中で批判されている。1434年4月20日、ウルリクはセルビア先生校、ジュラジ・ブランコビチとエーレーネー・カンタク・ゼネとの間に生まれた娘カタリナ、カンタク・ゼネと結婚した。夫妻は3人の子供を設けた。この記述にはアメリカ合衆国内で著作権が消滅した次の百科事典本文を含む チザム、ヒュー、エド、シライ、ウルリッヒ、インスイクロープディアブリタニカ、6、ケンブリッジユニバーシティプレス、P366、ありがとうございます。